Everyday moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。午後10時になりました。名古屋にあるダンサーズスタジオからキウナ名古屋お送りいたします。王子はね、ちょっとね、2、3週間前かな、あれちょっとこう後頭部がね痛くなりましたね。で、いろいろこう調べてその薬もらったんですけども、昨日なんか巡りが悪いみたい で、それが肩こりとかね、後頭部の痛みを生んだみたいで、今漢方薬を飲んでますのでね、一応元気で今日もねトークしたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、はい、お隣、今日は沖縄のラジオを一日聞いてすごくお勉強になりました。ジョニコミスキーと今日はですね、慰霊の日ということで、うちもラジオを聞いておりまして、皆様にいろんなことをお気になられたんだなと思った日です。ダンサーズでございます。はい、という以上3人でお送りします。はい、今週のテーマは平和。今週のテーマは平和です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトリスンラジオ、リスラジからも放送しています。地域選択から九州沖縄を選択し、 FM ギノワンを選択してください。そして本日はゲストコーナーがあります。本日の電話ゲストは琉球大学非常勤講師城間泰之さんです。22時12分頃からとなります。この番組は高級木材のご用名は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイトザ・カバーズ絶賛発売中。大城バデサの R サプライ、陸上海上輸送一貫サポート、東海協和個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナ名古屋。はい、じゃあメールをね読みたいと思います。はい、泉佐野の特急サンさんからですね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。沖縄の昼間の番組のメッセージとほぼ同じで申し訳ないです。今日は沖縄での慰霊の日、母親の親戚は沖縄戦で亡くなったと母から聞きました。母親は沖縄に帰りたいと言っていましたが、家の事情で今年も帰れませんので残念だと言っていました。コロナウイルスで、隠れていますが、まだ世界では内戦など戦争をしている国があります。早く戦争がなくなって世界平和になる日が来るように願っています。そうですよね、本当に今ね、このコロナでもそうですけど、そのウイルスとね戦うような感じで、もう全世界がね苦労してる時なんですけども、まあ、こうやって、いろんな意味でね、人とのこう関わりっていうですかね、いろんな意味でその、平和っていうことが大切になってくると思いますのでね、それも本当にこう戦争なんかは特にねなくなってほしいと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では
きますね。はい。キユ名古屋の皆さん、こんばんは。読谷村のフルムーンイカリーです。ありがとうございます。ありがとうございます。今日は沖縄県民として語らせてください。本日、沖縄県は条例休で学校や観光庁はお休みでした。私も仕事お休みいただき、正午は1分間の黙祷、そして午後からは地域の公民館が主催する慰霊祭、近所の慰霊碑にも手を合わせに行ってきました。慰霊碑に連なる方々の名前に正直面識があるわけではありません。しかし、私や私の家族が生活する地域で生活していた方々の名前です。同じ地域に住んでいた先輩方へ、慰霊と感謝の気持ちを込めて手を合わせました。終戦から75年が経ちました。もう75年と考えるか、未だ75年と考えるのか。未だに敵国からの脅威に備え、基地の必要性が唱えられ、しかし、どこに設置するかで国内はもちろん、県内で考え価値観の違いで人々が分断を余儀なくされています。そして、このことに大きく異を唱えることはタブーとした雰囲気が沖縄には正直あります。沖縄県民として非常に歯がゆい、やりきれない感情です。また、外国では未だに人種差別のニュース、さらに最近では東洋人へのバッシングまで。十数年前にアメリカ旅行したとき、私も少し人種差別の体験をしました。あれはちょっとしたいじめでした。外国での人種差別はさらに歴史が長く根深いと言われていますが、私が思うにむしろ胃の中の蛙ず、大海を知らずだと思います。現在、差別を唱えている方々が我々と同世代だとしたら、この方々は世の中を知らない、知ろうとしない残念な方々と思います。インターネット環境が発達しているにもかかわらずです。教育の必要性と大切さを感じます。世の中が平和であることは互いに認め合うことだと思います。楽しいラジオ番組ができるのは、楽しい創作活動ができるのは平和であるからこそですよね。そういう意味で慰霊の日をもって忘れてはならないのです。ご清聴ありがとうございました。滑り王子、フォローお願いします。あれちょっと、最後のこのフォローがなぜか王子になっているという、うんうん。やっぱりですね、こう、殴られた方のね、魂っていうのはですね、やっぱり皆さんのね、心にもまだ息づけてると思いますので、それがあるがゆえにね、楽しくね、ラジオもできると思いますんで、素晴らしいメッセージ、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱりその、沖縄県民の方の、その、メールいただくっていうのは、すごくやっぱり重要な意味があって、で、こうやって私たち3人とも、もう正直、ね、名古屋の人間ですけれども、やっぱり、やっぱり沖縄県民以外の人じゃやっぱり考えられないことっていうか、やっぱり想像がつかないことってたくさんあると思うんですよね。はい。だからやっぱりそういって沖縄県民の方の意見を聞くっていうのは、すごく重要な意味があるなっていうふうに感じます。うん、はい、そうです。はい。続いてですね、はい、銭形警部からですね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。基地建設や人種差別問題で騒がれている、世知辛い世の中ですが、やはり戦争のない平和な時代がいつまでも続くことを願うばかりですね。私たちがこうして生きているのも、ご先祖さんたちに感謝し、平和な時代を継続していくことが私たちの務めですね。ということでございます。そうですね。まあ本当にね、このメールの通りでございますけども、やっぱり、いろんな意味でね、心穏やかにね、戦争っていうものがなくなるっていうのが一番、まあそういう考え方もね、なくなると一番いいんですけどね、うん、まあ、いろんな国によっては、戦争をしなきゃいけないみたいなね、そういう国もありますけども、うん、なかなかそういうところをね、心を開いて、対話でね、持っていってほしいなっていうふうには、王子も思っています。はい、はい、ツイキャスでシュプリームさんが、いまだに骨すら見つからない犠牲者が沖縄の地に眠っていると思うと、本当に犠牲の上を歩かせていただいているのかなと、近い将来、ガマフヤの具志堅さんのお手伝いをしたいです。
あとひろちさん、僕は愛知の高校に通ってた時に平和学習のいう課外授業みたいなのがあって、夏になると広島、長崎、沖縄に行き、資料館に行ったり、被爆者の方、沖縄戦を体験された方の語り部を聞きに行ったことがありますと。で、なんかみんなそうやっていろいろ平和の学習ね、うんはいうん、そうですね、はいはい、ということで、あれですか、はい、もうゲストコーナーですかね、次は。そうですね、はい、はい、では CM の後はゲストコーナーで。建設内装材のことなら名古屋の中川名木奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備、塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海協和株式会社は陸上海上輸送を一貫サポート。名古屋沖縄間の物流をはじめ日本全国をカバー、さらに海外への輸送も行っています。お客様の大切な貨物を運びます。東海協和株式会社 052-389-7817。 キユナ名古屋。今日のゲストコーナーでございます。本日は電話ゲストとして、琉球大学非常勤講師城間康之さんにお話をいただきます。こんばんは。あ、こんばんは。どうも。大丈夫ですか？聞こえてます？はい、聞こえております。あ、大丈夫か。はい、はい、改めてですね、城間さん、すみません、自己紹介の方お願いしてもよろしくないですか？はい、これ、ラジオリスナー聞いてますよね？はい、聞いております。はい。スナックふれあいというペンネームで時々投稿してます。もういきなりバラしてる。いきなり言っちゃった。うん。はい。あれ、マスクマンさんもいるの？いますよ。お久しぶりでございます。お久しぶりです。マスクマンさんのチラシあるじゃないですか。はい。バラくわえてるやつ。はい。あれ、いつもね、カバンに入れて持ち歩いてるわけ。お守りみたいにして？うん。で、時々間違って出して笑ってるな。ああ。これもね、心穏やかになってよろしいかと思います。うんうん、そうそう。はい。久しぶりですね。はい。ありがとうございます。ご支援していただきまして、ありがとうございます。はい、そうで、はい。ありがとうございます。はい。はい、いきなりもうラジオレビューが出てしまって。今日はですね、はい、まあ、6月23日といえばですね、まあ、沖縄でも、重要な日となっております。慰霊の日ということでございまして、うん、我々ですね、はい、こういった名古屋に住んでいる者にとってですね、慰霊の日、うん、話はお聞きするんですけども、まだまだわからないところがあったりしますので、うん、一度ですね、我々またこの県外リスナーも、今聞いておりますの、リスナーさんも聞いておりますので、まず慰霊の日とは何かということをご説明いただけますでしょうか？はい、はい、これはまだ沖縄がアメリカ軍の占領下にあった時に、
沖縄戦没者を慰霊するっていうことで、あの、記念の日ができないかどうかということで、はい、沖縄戦の、あの、陸軍の責任者ですね、牛島満という人が亡くなった日、まあ、自決した日を、まあ、6月23日、まあ、22日っていう話もあるんですけど、はい、23日と言われてまして、はい、それで日本軍の組織的な抵抗が終わったっていうことがあるんです。実際の戦争はまだ続くんですけれども、うん、はい、だからまあ、戦争の亡くなった人を慰霊するっていうことで、うん、追悼するということで、はい、23日が適当であるということで、まあ、の始まりました、はい、でこれは、まあ、あの今になってもその日本国に施政権が返還されてあとも条例という形で残りましてですね、で小中学校休みになるんですよ、はい、ですからあのこの23日に向けて学校では要するにまあ平和教育ということで、戦争の悲惨さですとかね、それから平和の大切さということをあの先生方と一緒に考えていく、あるいは体験者の話を聞いていくということをこうやっていきますね。ああ、はい、うん、ありがとうございます。そうですね、この自決があったということも私も聞いておりますし、あと、うん、沖縄というのがですね、唯一この第二次世界大戦日本での地上戦が、うん、あったという、そうですね、はい、はい、いうことを聞いております、うん、でこの地上戦でですね、多数の方々がお亡くなりになったということもお聞きしておりまして、うん、まあ今日もですね、はい、ラジオを聞いておりまして、本当にですね、うん、こんなこと本当にあったのかというようなことが聞かされたんですけども、うん、シロンさんも何かこういったようなお話というのは、うん、ご先祖様の方からお気になられてますでしょうか。はい、まあうちの両親も沖縄戦の体験者ですので、はい、で母は戦争の時には熊本に疎開してまして、はい、それあるんですけど、実は父ですね、父の家族が、はい、まあ、私の実家は南城市の大里というところにあるんですけど、はい、そこから戦争が始まって摩文仁の方面に逃げてるんですよ。あ、はい、で相当激しい戦闘のところにもう巻き込まれてしまってですね、はい、私の祖父とそれからおばにあたる、まあその当時5歳とか3歳ぐらいの女の子なんですけど、はい、3人が目の前で殺されてるのを見てるんですよ、あ、うちの、はい、父は、でその時ちょうど14歳だと思うんですけど、もうそれ一回逃げましてね、その現場から、はい、で1年後にその現場戻ってみると、その私の祖父の遺体がまだあって、うん、はい、骨を回収できたっていう話をしてます。うん、その遺体となってたっていうところは、もうなんか言葉にならないですね、うん、そうですよね。うーん、ただまだ遺体が見つかるだけでも、骨が見つかるだけでもいいかもしれないですよ。うちの母なんかは、まあ、熊本疎開して帰ってきた時に、両親がまずもういないっていうことが分かったということと、はい、で、お兄さんが日本軍として従軍して、はい、で、そこで亡くなっている。で、どこで死んだかも分かんないんですよ。だから、遺骨ももちろんないわけであって、うん、死んだかどうかも分からないっていうことは、本当に悲惨ですよね。本当。うちの母はまだ存命ですけどね。やっぱり苦しそうですよね、うん、うん、そのことを話し始めると、うん、あ、そう、ミソニコミスキーです。ああ、どうも、すみません。今日摩文仁の丘に行かれたというのをね、ちょっとSNS で、うん、拝見しましたけれども、そうなんですよ。だから、このラジオ出るって言ってから十何年ぶりぐらいに来ました。あ、ちょっと確認しようと思って、で今日は朝方がすごい雨降ってて、雷もあって、うん、で、あとは
コロナの影響もあるんでしょうね。そんなに多くなかったような気しますね。なんか今年はシャトルバスもね、運行しないってことで、なんかやはりね、なかなかね、やはりそういうシャトルバスがなくて行かれなかった方もね、いらっしゃる、ね。そうなんでしょうね。そうでしょうね。うん、でも今日はね、うち長男連れてったんですよ、中学校からですか。お休みですからね、それで、これがあんたのひいおじいさんだよっていう、あれ、ひいおじいさんおばあさんだよっていうことをちゃんと伝えてですよ。自分の命がつながっているものっていうのがここにあるんだということを私たちには伝えてきたつもりなんですけどね。そういった意味ではやっぱりこの今日という日がすごく重要な意味をね、っていう。はい。ちょっと昼間のラジオの番組で聞いたんですけどね、なかなかその平和記念資料館の方に遠足とかでも行かないっていうのも聞きまして。ああ、そうですよ。よく行きますよ。ただそれが最近はちょっとやはりそのバスのチャーターとかそういう関係で、なかなかそういった、実際に、まあ今年なんか特にそうですけれども、そのコロナの影響もあってなかなかそういった、平和の勉強を直接ね、する機会がなかなかないっていうことを最近聞きまして。そうでしょうね。こういう資料館と行けないでしょうね。閉鎖してたんじゃないかなと思うんですよね。そうですね。ただそれ以上に体験者が少なくなってるので。そうですよね。もう直接語れる方もね、もう本当に、ね、75年も経ってますから、本当にそれこそ80近い方ぐらいで直接語ることができないし、はい、なかなかその、ね、またそういった、おじいちゃんおばあちゃんから聞いたっていう方も少なくなってるのも現実ですよね。そう。ふとね、ちょっと思い出したんですけどね。僕が子供の頃なんて、っていうのは、両親が方言で喋るわけです。ああ、内名口。そう。で、おじいおばあとも内名口で話するもんだから、大体話する内容っていうのは、沖縄の戦争の話をよくやるんですよ。あの時はあんなだった、こんなだったって、で、あっちのうちの誰々があっちで死によったとか。よく やってるのを聞いているわけですよね。で、一応でもね、印象的な言葉があるんですけど、うちのおばがですね、よく、日常的に会話の中でよく言ってたのが、ちょっと沖縄の方言で喋るんだけど、戦なれから物かまらんないこと、生かむるんばりやす、ばりやんど、っていうようなことを言うわけですよ。これ、標準語で言うと、戦になったら物が食べられないから今食べておくんだっていう言葉です。要するにもう食料難になっちゃうから、もう今のうち食べておかないとっていう、そういう、言い方を、ご飯食べるたびに言うわけ。そうですね。それぐらいやはりそういう辛い思いをしてきたっていうのもあるんですよね。そういうことですね。戦争中もそうだったわけで、戦後も相当大変だったらしい。食べ物がないとかいうことで。そうですよね。今日ですね、やはりリスナーさんが、はい、ツイキャスで聞いてくださってて、サオロお兄さん、スナックふりあいさん、笑いってなったんですけど、あと、泉さんの特急サダさん、久しぶりに白間さんの声聞いたねって。進撃のめいちゃんさん、ふれあいさんに会いたいな、また飲みに行きたいですっていう。行きますよ。あとね、真面目な話で、僕個人としては、米軍基地の完全返還を望んでいますが、基地がなくなると仕事を失う方々も多くいるので、複雑な気持ちですとか。ひろちさんね。ね、はい、ひろちさんからですね。そういった意見もあります。はい。はい、本当ですね、この世の中がですね、本当に戦争がない、起こらない、こういった平和な社会がいつまでも続く、これが本当に大切なんだっていうことを、思いさせられる今日なのかなと思います。ああ、そうですね。はい。はい、まだまだ話したかったんですけれどもね、はい、ちょっとお時間が、お時間となりました。はい。はい、今日はどうもありがとうございました。いやもう、
3名さんのお顔見れるまでもう頑張ります、私。ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、またお沖縄をお邪魔した際はまたぜひ一緒に飲みましょう、はい、はい、お願いします、はい、はい、今日は、琉球大学非常勤講師白間康之さん、スネックふれあいさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうも。キウナゴヤ。はい、メール読みたいと思います、はい、お願いします、お願いします、ぴょんぴょんさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。今日は沖縄は慰霊の日、戦争で亡くなった方々を弔う人、弔う人、ん？人、人？弔う人とも、大切な日です。とても大切な日です。あ、ごめんなさい。はい、とても大切な日です。はい、今日真面目に喋ってるからね。お願いしますよ。はい、私の祖父母が頑張って生きて、私を先頭に孫が32人もいます。うん、すごい。これも、祖父母が頑張って生きてきた証です。感謝の気持ちでいっぱいです。今は今年100歳になる祖母が元気でいる、そして人とのつながりの大切さを教えてくれたおばあさん、感謝いたします。おばあさん、はい、ありがとう。ちょっと最後あれだったけど、そうそう、今日ね、ぴょんぴょんさんからね、三品茶を送っていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。分かった。まだ三品茶ちょっとね、口に含んでないからちょっと滑舌が悪いんだよね。そうよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ではメールいきます。フルムン新一さんからです。ありがとうございます。個人的には世の中が平和になるにはある一定の情報に惑わされず、各人が世界各地の人と文化を知り理解することが大事だと思います。少し話がそれますが、僕の好きなテレビ番組、世界ふれあい街歩き、世界中の街歩きながらその通りすがりで地元民と触れ合う番組内容で、その都市の人々や家族、街並み、料理などが実に生き生きと映し出されて、自然と親しみが湧いてきます。この番組では、どの国の、どの土地でも、私たちと同じような普通の人たちが同じ笑顔で日々を過ごしているという、ごく当たり前のことがわかります。そこに敵も味方もありません。ということで、まだまだ実は大事なことがいろいろ書いてあるんですけれども、もう時間なんですね。はい。はい。はい、あとですね、他にも、メールの方いただきました。はい。また来週。ま、来週に、はい、読ませていただきます。ありがとうございます。はい。エンディングです。はい。はい。来週のテーマ。来週のテーマは、ラジオ。来週のテーマはラジオです。この番組は、陸上海上輸送一貫サポート、東海協和、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、フォークリフト整備、塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプル8、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里、中村製菓、高級木材のご用名は中川名木、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。本当はまだまだたくさん語りたいことがあったんですけれどね。はい、今日はね、王子喋れない日。そう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 、はい、さよなら。ありがとうございます。いただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、本当はね、ちょっと、しんいちさんのメール、ね、なかなかいい内容だったんで、はい、しっかり読みたかったんですけれども。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。泉さんの特急サナさん、かみつきばあちゃん、スプリムスプリムさん、進撃のめいちゃん、いろちさん、小賀力持ちさん、進撃のめいちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。サウロリンさんもありがとうございます。今日はたくさん、メールの方をいただきまして、またツイキャスのコメントありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。ということで、今日は、
はい。これで。はい。はい。はい、もう、いろいろね、考えさせられ